参考 CR の平林昇です。私どもが推進しています一社一ページ運動グローカル21、この行き着く先、このお話をですねさせていただきたいと思います。これはですね、豊かなふるさとを作るってことなんですね。で、この一社一ページ運動なんですが、まず個人個人が豊かになろうってことなんですね。自分の仕事をですね、世の中に問うて、そのリスポンスをお金にしよう。この仕組みってものをですね、いわゆる自分のメソッドっていうものを作りましょうっていうのは、これ一社一ページ運動なんですね。で、こういう人たちがこの地域に集まることによってですね、いわゆるこれが100人規模、1000人規模になることによって、地域性っていうのも出るわけなんで、さまざまな業種の人たちが集まってですね、自分は何々町でこういう仕事をしてますよってことを世の中を出していくわけなんですね。アピールするわけなんですね。で、そのリスポンスが実際こう地域に入ってくるわけなんですね。で、そのリスポンスをお金にできる方はまず直接お金にする。で、ここで知り得た、例えばお客さんをですね、地域の仲間に紹介するってことを、あるいは紹介したりされたりするっていう、このいわゆる関係っていうのを地域で作りましょう。で、できるだけ外から入ってくるその情報っていうのを効率よくお金にしましょうっていうのはですね、いわゆるこのネット上から見たですね、いわゆるこう創生事業ってことになるかと思うんですね。で、このインターネットがこう出現した頃ですね、インターネットで村おこし、町おこしって、こういう運動って至るところで起こったわけなんですね。ですけど、これ頓挫しちゃったこう理由っていうのはですね、このいわゆるこの、地域っていうところにこう主体者がいないんですね。いわゆる責任者が、いないってことないんですが、薄れちゃうんですね。だから一人一人が住民一人一人がいわゆるしっかり自立をして、いわゆる自分で世の中に問うっていう人たちがどんどん増えることによって、いわゆるその結果として地域のプロモーションになるんですが、まず個人が地域でいわゆる活動する、その活動っていうものをしっかり世の中に問うことによってですね、いわゆる地域のブランドっていうものがどんどん上がっていくと同時にですね、いわゆるインターネットの大きな特徴っていうのは、外からお金を持ってくるっていう役割があるわけなんです。ホームページでこのリスポンスですね、引き合い情報ですね、これを、この量をですね、もう絶対量を増やそうと、ポテンシャルを増やそうってことなんですね。これがまさしくこの地域を豊かにする一番のこう原動力になるってことなんですね。こういうことを、いわゆるその、このことに対する、旗振りをしてほしいっていうのが地域再生マネージャーのこう役割であり、それをあなたにしてほしい、こういうお話なんですね。